こんにちは。今日は松原さんにルアー紹介をしてもらおうかなと思ってヘラブナに釣りに来てます、ね、はい。帰ります。あの松原さん、新しいジグの説明をお願いしてもらってもいいですかね。はい、ですよ。こんにちは、松原です。違うな。違うね。いや、いいんじゃないですか。ちょ、結構似合ってるんじゃないですか。そういう、どういう、本当はどういうキャラな。どうじゃないですか、これ。いや、もう全然。どうしたらいいですか、これ。全然いいんだけど。どうしたらいいですか。いや、すごいいいと思う。どうしたらいいですか。じゃあ、前回結構多分どういうキャラなのかとか難しいから。どういうキャラなのか。はい、まあ、そんな、まあ、意外とこれをつけるようなキャラではない。意外と喋りやすいキャラ、はい、ありがとうございました。ヘラ釣りまで紹介するんですか。そうですね。持ってきましたよ、もう岸野さんが持ってきてくれてから。まあまあ、今日ヘラブナ釣り一緒に行くってことで、まあ、せっかくならちょっと動画撮り、ちょっとこの間ブーンも書いてもらったんですけど、もう動画の方が分かりやすいかなと。まあまあ、そうです。あ、ヘラ、エサボールに入ってるジグなんて見たことないと思うんだ。インク、ブルー、グローですね。菜の花っていうジグです、はい、そう、ピンク、ブルー、グロート、はい、で、重さは130と150の今2サイズですね、はい。まあ、特徴としては、まあ、外棒で使いやすい、外棒の水深 30m 前後の水深で横引きで使いやすいような形状をしたジグです、はい。横引きで、そうですね。まあちょっと形見てもらうと、まあいろいろこだわりはあったりするんですけど、まあ愛の位置だったり、はい、これ結構、まあ、このくびれだったり、はい、このテールのどんぐらい、うん、なんか結構長くテストしてたんですよね。あ、ずーっとやってました。2年ぐらいやってましたよ。長かったっすよね。ずーっとやってました。ずーっとやって、春夏秋冬と、まあ、ずっと、あ、4シーズンでやってて、一応ちゃんと全シーズン確認して、はい、春夏秋冬全部ヒラマサはジョーカー確認してますんで、まあ、間違いなく。あと、こっそり釣ってましたよね、これでね。まあ、こっそりというか堂々というか。なんつうか、あの無垢のやつでよく釣ってたんですよね。無垢のやつ最初か、手作りのやつで、ああ、あの、よく釣ってました。ああ、から自分で鉛流し込んで、ああ、まだプロト、ああ、プロトタイプでよく釣ってました。で、それがやっと製品化になりましたんで、ああ、うん、なんでこれ作ろうと思ったんですか。なんでないから。なんでなんかこう、まあそうですね、うん、まあ、だからルアー作りを昔からやろう、昔からというか、まあ、前々からやろうと思ってて、はい、やっぱり外棒で、まあ、外棒でやる釣りが好きなんで、外棒で使いやすいルアーを作りたいなと、はい、ということで、まあ、外棒向けっていうルアーを作りたいなと思って作りました、はい、で、まあ、外棒なんで土手ら流しの、まあ、横横って感じで、そう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 、まあ、ジグを投げて、まあ、土手らの時のその、まあ、いわゆる、まあ、込みの時も払いの時も、はい、まあ、両方やっぱりジグを投げてできるだけ斜めに行くようなことをイメージして使うっていう感じのルアーですかね、はい、まあ、別に真下に入ってても釣れるんですけど、はい、できればちょっと投げてやっぱりこう斜めにこう引いてくるイメージ、はい、こう自分の、まあ、多分これもう結構想像だと思うんですけど、イメージ的にはどういう感じで動いてるようなイメージを持てば、うん、イメージはですね、まあ、ロッドの
ロットの、ロットのこれロットね、あ、 あの、まあ、ジグ投げてあんまりこう振り幅を大きくこう振るっていうよりかはちょっとこう振り幅小さく、はい、振り幅小さくリーディングで巻いてくるような感じでしゃくると、はい、でまあ何ていうんですかね、あんまりこうやって泳ぐっていうよりかはこう、こう水を噛みながらこう、まあ、泳いできて、でこうしゃくってたのを一瞬こうふわっとさせるような感じで、うん、一瞬食わせの間を入れるとこう泳いでたジグがふわっと横に向くイメージ、はいはい、抜けて、そう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 、で横向くんでその瞬間にまあ食ってくるようなイメージですかね、はい、バイトチャンスが食わせの間ってやつです、はいはい、で結構松原さん的にはこう柔らかく柔らかく、そうそうそう、あんまり、まあ、大きくこうしゃくるっていうよりかはこう横に横にっていうかこうあんまりその竿の振り幅を大きな、はい、大きくしないで、まあ、ちょっと細かく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 、まあ、一応ワンピッチはワンピッチなんですけど、はい、で動かしながらたまにふわっしゃくりながらふわっ、はい、まあ、でもそれ釣りしながらその振り幅を変えたりとか、はい、食わせの間を、まあ、3回に1回入れるとか、はい、まあ、それを5回に1回入れるとか、はい、こうとでもっと10回に1回とかでもいいんで、はい、その辺をいろいろ試して、うん、だから竿の振り幅、食わせの入れるタイミング、はい、その辺をいろいろ変えながら試してもらうといいんじゃないかなと思います。ちょっと マニアックな話していいですか。何でしょうか。例えばこれ、まあ、結構買われる方ってこう悩むと思うんですよ、うん、使いどころとか、うん、例えば、大原沖の焼き場とか、うん、まあ、30、40いやいや、まあ、どこでもどこでもどこでもいいですか。場所は外房だったらどこでも使いやすいです。外房だったらそんなに、まあ、まあ5メーターのところだとさすがにちょっとサイズ感が大きくなっちゃって使いにくいですけど、はい、まあ、普通に30メーター前後のところ、まあ、もちろん真潮根も含め、うん、焼き場、まあ、まあ大原沖全般に、うん、まあ、勝浦周りも全然行けます。行けますか、うん、もうどこでもどこでも行けますね。ただ、うん、潮が早い、うん、春先のワラサ狙いとか、まあ、冬のワラサ狙いとかそうなると、まあ、今重さが150と130しかないんで、まあ、ちょっときついかな。 5、60メーターの水深で潮が速いところにやるとちょっときついんで、まあ、その重さも今作ってはいますんで、うん、作ってるっていうか、はい、テストはしてますんで180とか220とか、はい、重たいのもありますんで、まあ、それも順次出していきますんで、はい、じゃあ、あと結構これみんな悩むとこだと思うんですけど、はい、道具のバランスのことを聞いてもいいですか。でバランスですね。払いの時と多分込みの時って多分ちょっと違うと思うんで、うん、松原さんのその払いの時の、まあ、ダウンストリームの時の道具のバランスと、うん、アップストリームの時の道具のバランスを。ダウンもそのアップもね、あんまり僕はそんなにアップだからこの竿にしようとかいうのはあんまりなくて、ない、まあでも基本的にはやっぱりキャストがしやすい竿、はい、まあ、ジグのロッドも含めて、はい、ジグのロッドも含めてっていうか、ジギングロッドなんですけどやっぱジグがキャストしていくもんだと思ってるんで、はいはい、だから投げやすい竿がいいですよね、ジグ。だから適度に張りがあって、まあ、ガイド系もその糸の抜けがいいようなガイド使ってるようなものがいいかなと。ああ、じゃあ硬、うん、くて、まあガイド系で言うと、まあ、ちょっと大きめのガイドがついてる方が、そうですね。だからあとはキャストしていくんで、シングルフットのガイドだとやっぱり壊れちゃうこともあるんで、うん、まあ、まあシングルも使いますけどもちろんシングルフットの竿、うん、まあ、ちょっと気を使う場面もあるんで、まあ、ダブルフットの竿だったらまあ、特に安心して使えますけどね。そう、まあ、じゃあ手元のバットガイドだけはダブルで、ね、って感じですよね。そうですね、そうそうそう、うん、じゃああんまりこう道具のバランス払いも一緒なんですね。うん、あんまり変わんないですね両方。へえー、それはだから巻きの
リールの巻き回数とかしゃくり幅とかを変えて調整してるって感じですかね。ああ別にリールのギア比とかも一緒で、ギア比もそんなに変わんないですね。ああそれがなんだ、船が、ね、風で流されようが潮が速かろうが、まあそうですね。だからダウンだから込み側でやってる時にはちょっと気持ち早めに巻いたりとか、もう自分が近づいてってる分、うんはい、糸を余計に巻かなきゃいけないんで、うん、ちょっとしゃくりの、まあ、ピッチを早く回転を早くして、うん、ジグに力が伝わるようにするとか、はいはい、逆にハラインの時に、ね、あまり早く巻いたらそのなんですかね、動きが速くなっちゃうんで、うんまあ、気持ちゆっくりにしたりとか、そういう調整はそうですよ、うん、そういう調整しますけど、道具で調整するという道具ではあんまり調整しないですかね。あ、そうなんですね。その辺がよく分かってないんですよ、まだ正直に言ってね、うん、よく分かってない、まあ、でもあれですよね、ジギングロッドとキャスティングロッドを使ってますよね、見てるとジグをするのにってことですか、うん、まあたまあそうですね、でも 130g ぐらいのジグだってあとあんまり、まあ、キャスティングロッド、まあ、たまに使うんですけど、やっぱり7フィート台ぐらいのキャスティングロッドで投げて使う場合もあります、うん、あれは反則ですよね。反則じゃないですよそうなんですか。反則じゃないですよ。いやずるいなと思っちゃうんですけどね。いや、やっぱりジグ投げた方が、はい、まあ広範囲探れるっていうので、はい、僕は投げますよ、キャスティングロッドで。僕はそういうの見てるんで、なるべく松原さんの横では釣りしたくないなって思ってるんですよ、はい、人より遠くに飛ばせば釣れると思ってるんで、平釣りも同じですよ。今日21尺使ってるのは隣で19尺使ってたから人より前にですよ、人より前に、まあ、ルアーは特にねそうだけど、まあまあそれはいや、ヘラ釣りも同じですから、うん、僕はヘラ釣りから学んだことがたくさんありますんで。そうですね、ヘラブラとヒラマサも結構、まあ、ヒラマサっていうか船釣りっていうかね、その人より多く釣るのにはどうしたらいいか、ね、あ VS 人もんだよ、ね、そうヘラ釣りはやっぱりまあ霊界とかでね、うん、たくさんの人とこう何枚釣った何キロ釣ったってやるじゃないですか、うん、その時にどうしたらこう人より多く釣れるか考えると、うん、船の釣りにも役に立つんですよ、はい、まあ、僕はもうあんまり VS 人問題はあんま好きじゃないんで。いや楽しいですよ楽しいですよ。いやそうっすか。今度じゃあ、うん、あのマルキューヘラケに参加して、うん、みんなでやりましょうよ。じゃあいやちょっとヘラブナは勝てる気しないんですよ。いやいや勝てないですよ勝てないですよ、ね、勝てないですから。あ絶対そう。あの様子だけ見に行きましょう、うん、ちょっと様子だけ見たいですね、うん、ぜひぜひ。まあ話どれですけど、あとなんかありますか。そうですね、うん、まあ今3色しかないんですけど、はい、ちょっと少しずつ色も増やしていくんで。ああ色は後々と。そうですね。で、なんか欲しい色があったら、ああ教えてください。なんかこういう色塗ってくださいと。あと、僕個人的に、うん、タイプのジグだなと思ってたんですよ。はいはい、前から、うん。ずっと言ってたじゃないですか。はい、なんかタイプでした。なんかこれを見て、うん、なんかすごい唸ってましたよね。いや僕こういうの好きなんですよ結構。なんか変なジグが変じゃないですね。なんかこう釣りしてんなみたいな、うん、そう感じが結構好きで使ってみたらタイプでした。よかったです。そうただちょっとね自分もうちょっとあれですね僕もねアップストリーム側で使いたいなと思ってて、うんうんうん、そこでかなり活躍しそうだなって自分の中で思ってて、うんうん、ちょっと今度それで釣ってみます。うん、全然アップでもダウンでも両方ね使えるのを確認してますんで。そうですね、全然どっちでも使えます、ね、そうだ。まあだから万能ですね意外とね。癖ありそうで、うんうん、まあ全然万能なんじゃないですかね、うん、なんかね作っておいてあれですけどなんか万能なんですよ
よくよく本当釣れる。いや俺もこのなんかね釣れるんですよ。このね愛の形がちょっと癖ありかなと思ってたんですけど、うん、あいや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 、あの意外と万能で、全然そうちょっとびっくりしちゃって、愛は、うん、まあ、ちょっとこう上につけてるのは、うん、やっぱ斜め引きにした時にやっぱりなんていうんですかね、愛がちょっと上向いてるとこうジグの姿勢コントロールしやすいっていうのが、はいはい、まあ、あるのと、うん、まあ、少しやっぱりあとは重心がちょっと、重心というか重心からちょっとずれたところに愛が来るんで、うん、よりこう動きやすいかなと、ルアーが泳いだり動きがねしやすい、動きやすいのかなと思ってます。で松原さんのイメージ的にはエギですか？いやいやいや、そういうわけでもないわけじゃないですね。ダート系の愛の位置ってわけでもないですけどね、うん、なんか僕勝手にそういう感じなのかな、イメージしてるのかなと思ってたんですよ。とはちょっと違うんです。ちょっと違うんですね。そう、ちょっと違います。まあ確かにね、ダート系のね、なんかジャークベイトの、あ、はい、あのこの頭で水受けてこうダートするのかなって思うかもしれないですけど、うん、そういう感じではないですよね。そういう感じではない、うんうん、あの尺、まあなんですかね、真下で尺ってこうジグがすごい飛ぶかっていうとあんまり飛ぶジグじゃないんですよ。あ、そうですね、まあ結構ブレーキがかかるんで、うん、そこまで飛ばない、うん、どちらかというと 泳がせて使うような。僕結構飛ぶジグ嫌いなんですよ。ああ、だってそんな飛ばないですね、うん、まあでもまあまあなんですかね、こ うまくって言ったらあれですけど、うん、まあこう横に 飛ばそうと思えば飛ばすんですけど、うん、でも基本は泳がせて使うようなイメージですかね。 あれですよね、その飛ばない分、硬い竿で飛ばすみたいな感じですよね。あ、まあそれもあります。そうそうそうです。そこでプラスマイナスゼロって。そうですそうです。あとはリーダーもちょっと自分は長めにいつもしてて、硬、はいはい、い竿にリーダーが大体ね4キロちょっととか。長いですね。結構長い。4キロ半ぐらいですかね。はい、4キロ前後ですね。結構2キロぐらいの人が多いと思うんですけど、自分は長めで。でそこもちょっと。硬い、竿が硬いのを吸収するっていうのもありますけどね、今。そういう道具のバランスで、そうですそうです。釣りをしてると。やってますね。はい、もう結構長くなっちゃったんで、最後になんかありますか？これをかけてなんかやれと。いや、言ってないですよ。これをかけてなんかやれと。全然言ってない。全然言ってないですけど、これをかけてなんかやれと。まあ、まあ、してくれるんであれば、うん、ありがとうございました。ぜひまだすいません、ふざけちゃダメ。いや、いいですよ、全然ふざけてもらって。まあ来、4月もうち他の色がお願いしてるんですか？いやいや、あの要望があれば他の色で来そうですか？うん、できますよ。じゃあ他の色でできますよというか、やりますよ。ちょっと入荷すると思うんで、はい、皆さんこの、まあ、菜の花です。そう、まだ全然説明とかないんで今日と撮らせてもらったんですけど、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと今日はお願いします。最後にこの魔法のサングラス次誰にかけてほしいかをちょっとリレーでやっていこうかなと思うんですよ。どういうことですか？次どういうことですか？誰にかけてもらいたいっていうのが、誰に行きましょうかね。ああルアー作ってる人？いや、でも船長でも。船長ダメでしょ。船長でも。船長ダメ。はい。船長ダメでしょ。船長ダメですか？船長ダメ。まあ船長いろいろいると思うんですけど、船長ダメですかね。船長ダメですね。どうしましょうかね。なんか次。やってほしいなっていう真面目そうな人いますかね。どうしましょうか。いや別にどうしましょうか。もう僕は名前出せないですね、ちょっと、ね、名前出せないですか。じゃあここでは言わないってことで、はい、後でこっそり教えてもらえればと思います。はい、じゃあすいません、今日は松原さんありがとうございました、釣りの時に。ありがとうございました。